コアキン・ソローリアによる肖像画1894年ロサリオの独立公園にあるエルミニオ・ブロッタによる胸像ベニート・ペレスガルドスはスペインの写実主義の小説家である。ミゲルデ・セルバンテスに付く名声を持ちスペインの写実主義を代表する小説家である。彼はグランカナリア島のラスパルマス・デ・グランカナリアで生まれたが19歳の時にマドリードに引っ越して 生涯の大半を過ごした。スペイン国内で彼の最も人気のある作品は46巻からなる国民層はエピソディオス・ナスヨナラスやホルトゥナータとハシンタ・フォートのタワイ・ジェイ・シンタであるが国外ではノーベラス・エスポニオラス・カンテンパーニアスの方がよく知られている。初期には文献調査を行って歴史上の人物と架空の人物が登場する。 作品を書いた。オノレド・バルザックの小説のように、何人かの登場人物は別の小説にも登場する。1805年から19世紀末までを描いており、ガルドスの急進的で、反性職者的な視点が垣間見える。1876年のドナペルフェクタは、急進派の若者が、抑圧的な反性職者の街を訪れる話である。1878年のメリーネラは、 盲目の若い男が視力を取り戻し、親友のマリアネラの容姿の醜さを知って拒絶する話である。1888年のミアウは政権交代によって公務員の父が失業して見え張りの家族が生計を失い、結局は彼を殺害する話である。1886年から1887年に書かれたガルドスの傑作がホルトゥナータとハシンタである。 レフトルストイの戦争と平和とほぼ同じ長さで若い遊び人とその妻、その下級生の女主人とその夫という4人の登場人物の運命を描いている。1891年のエンジェル・ゲラは経験で手が届かない女性をものにしようとする男が、その過程で不可知論からカトリシズムに変説する物語である。1886年には、 首相のサガスタが彼をプエルトリコのグアヤマ選出の国会議員に指名した。彼はその地を訪れたことがなかったが、状況を聞かされ、住民の適切な代表にならなければいけない義務を感じた。1897年、ガルドスはスペイン王立アカデミーの会員に選ばれた。1907年には共和党の大義士となった。1912年に主力を失ったが、 生涯にわたって、口実で著書を書き続けた。ガルドスは1920年に76歳で死去した。死の直前、マドリードで最も有名な公園である、ブエンデティーロ公園に、全額を市民の寄付でまかなって、彼の名声を称える像が完成した。ガルドスは、多産の作家で、31の小説と46の国民総話、23の儀曲、20巻文の短編、 報道記事、その他を書いた。彼はスペインで現在でも人気があり、ガルドシスタス・ゴアルドシスタスと呼ばれる、ガルドスの研究者は、彼を、チャールズ・ディケンズ、オノレド、バルザック、レフトルストイと並ぶと考えている。1950年代から、彼の作品のいくつかは英語にも翻訳されているが、英語圏では、まだそれほど読まれていない。彼の戯曲は、 一般に小説ほどは成功しなかったと考えられている。1892年のレイ・ヒー・ダットはスペインの写実演劇の歴史で重要な位置を占めている。彼の小説の映画化もしばしば行われている。L.C. ー・ジェーン・ウィルソンの1918年の Beauty in Chains, ルイス・ブニュエルの1961年のビリディアナ・バーディアナはハルマを元にしている。 ブニュエルはまた1959年に、ナザリン、1970年に、悲しみのトリスターナトリスタナも撮影している。ラスパルマスデグランカナリアのガルドス博物館には、ホアキン・ソローリャの描いた、肖像画が展示されている。また、1982年より発行されていた線、ペセタ紙幣に肖像画使用されていた。ありがとうございます。